今回のテーマは、前回に引き続き、豊島正幸四段当時への100の質問です。今回は中編。9問目からスタートですね。というかまだ9問目。本当に、今回を含めてあと2回で終わるんですかまあ、生温かい目で見守ってやってください。近代将棋2008年4月号。旬の若手をピックアップ。 若手騎士リレー特集、豊島正幸四段より、豊島正幸四段への100の質問です。取材は佐賀崎修二さんです。自分の棋風を一言で表すと、攻め将棋。一方、この2年後の、2010年12月の週刊将棋、Q&A 豊島正幸六段では、次のように答えられています。何でもさせるように、 どんな形にででも対応できる将棋を目指している。なるなほど。違った視点の回答になっていますね。2008年のことになりますが、豊島四段、当時が次戦期で、ご自身の将棋の方向性について書かれていますので、見ていきましょう。近代将棋2008年4月号、豊島正幸四段、当時の、第56期王座戦1次予選、対、片上大介五段。 自戦記より、今回の若手リレー自戦記を書かせていただきます。豊島正幸です。よろしくお願いいたします。今期は騎士になって1年目ということで、人前での挨拶など慣れないことが多く大変でしたが、様々な人と出会い、世界が広がりました。将棋の方は、最初は勝てなくて苦労しました。騎士になって持ち時間が多くなり、 兆候派の私としては嬉しかったのですが、序盤の無駄な兆候が多かったようで、それを改善した後、急に勝てるようになりました。しかし、本質的な将棋の中身は、それほど変化していなくて、最近は、三段の最後の一年のような、日に日に強くなっている感じではありません。三段の頃は、序盤の知識が非常に乏しかったので、序盤を勉強することで、 一気に強くなれましたが、今は、ちょ、中、終盤、講師ともに、バランス型の将棋になっているので、バランスよく勉強して、一歩ずつ強くなっていくしかないと思っています。佐藤真也七段が、2012年の NHK 敗戦でのインタビューで、豊島強いよね。序盤、中盤、終盤好きがないと思うよ。だけど、俺は負けないよ。 と話されていますが、その4年前の時点で、序盤、中盤、終盤、講師ともにバランス型の将棋になっていたんですね。そうですね。佐藤真也六段、当時は、豊島将棋の本質を、短い言葉で、見事に言い表していたということになります。次に進みましょう。アマチュア時代の記歴は、東急日本橋小学生大会優勝。 反則をしてしまったことは奨励会一級の時、二夫。実生活で、ああ自分は騎士だな、と、実感することはありますかありません。影響を受けた将棋の本は高速の終盤術、谷川耕治著。おすすめの起承を教えてください。読みの技法、島明著。主な将棋の勉強法は何ですか寄譜並べと実践。最近、 興味のある将棋関連の話題は何ですか普及。将棋漫画について一言。面白いと思います。ネット将棋を指しますか指しません。インターネット将棋のメリット、デメリットとは何でしょうか手軽に指せるが雑になりやすい。古今東西、一番指してみたい棋士は大山先生。ライバルはいますかいません。 2010年にも同じ質問がありました。同世代で強い人がいっぱいいるので、一人には絞りきれない。2008年の回答も、一人に絞りきれないということで、いませんになったのでしょうかなんとも判断のしようのないところですね。答え方が変わったということかもしれませんね。現在のタイトルホルダーに対するイメージはまずは森内名人。 手堅い。渡辺竜王。実践的。佐藤康光二冠。独創的。ハブ二冠。自然。深浦多い。粘り強い。将棋を辞めたいと思ったことはありますか奨励会で負けた時は大抵。2010年にも同じ質問がありました。ありません。 2010年の回答は、プロになってからありませんということかもしれませんね。あなたが将棋を通して得たものは何ですか集中力。2010年も同じ回答をされています。将棋をすることで失ったものはありますかありません。史上最強の騎士は誰でしょうハブ先生。では、その中で自分は何番目くらいだと思いますか 200番くらい初手の最前手は7六歩2六歩その他7六歩最悪手は8六歩現在は豊島九段も初手2六歩と指すことも多くなりましたがこの頃は違っていたんですね自分を勝負時だと思いますか思いません公式戦で山と指すことになったら緊張しますか少し 今まで刺した天強豪の将棋をどう見ていますか強いです。スランプに陥ったことは一級の頃、自然に乗り切れた。将棋に必勝法はありますか千日手になるような気がします。現段階で、将棋の何パーセントを理解していると思っていますか ?1%。女性のプロ予断が誕生すると思いますかはい。 外国人のプロ騎士が誕生すると思いますかはい。コンピュータが A 級八段の実力に達する日は来ると思いますかはい。奨励会三段リーグの制度は厳しいと思いますか厳しいと思いますが、自分の場合はすんなり上がれなかったことで、得るものが大きかったと思います。奨励会時代の苦労というと、最後の一年、 将棋の神様がいたとして、手合いはどうしますか平手。勝って一番嬉しかった将棋は四段商談の一番。豊島九段が四段商談を決めた時のことを見てみましょう。近代将棋2007年6月号。青野照一九段の。実戦、青野塾より。3月17日の三段リーグ最終日。二局を残した時点でトップを走るのは。 16歳、桐山清澄九段門下の豊島正幸三段である。彼は前期最終日。佐藤天彦三段、当時との直接対局に敗れ。14勝4敗という好成績を上げながら、頭跳ねを食い。時点に留まった。現在、リーグ最年少ながら、すでにリーグは5期目。もし一気抜けしていたら、とんでもない記録が生まれたであろう。山崎高幸七段が足しに、 10秒将棋では、豊島くんに全く勝てない。と書いたほどの逸材だが、それでも簡単に抜けないのが三段リーグなのだ。三段リーグ最終日、朝の段階での戦績は次のとおりでした。12勝4敗が4人もいるとは、熾烈な戦いですね。最終日の第1局が終わった時の戦績です。まだ決まらない。あ、でも、豊島三段の時点以上は確定したんですね。 最悪の場合でも、時点2回が確定しました。ただ、もちろん目指すのは、最終戦も勝って、1位での商談です。最終戦を終わった結果がこちらです。豊島三段、見事に1位で商談ですね。豊島三段、金井光太三段が4段商談。そして、伊藤慎吾三段が、時点2回で4段商談です。こちらが、 豊島三段が最終局に勝って、奨励会最後の勝ち印を押しているところです。奨励会幹事の中川大輔七段、当時。そして、向こうに見えるのは青の照市九段ですね。その直後の豊島新四段です。嬉しい時間でしょうね。四段商談を決めた三人での写真です。年長の伊藤四段が真ん中です。こちらが、 新四段誕生のお祝い、打ち上げの席での写真です。いいな。さて、もう一問見てみましょう。あなたの将棋ベストワンはこれからです。これからですが、ものすごくかっこいいです。参りました。本当にそうですね。この回答が、今回の中編の最後を飾るのにふさわしいかもしれません。次回の後編は、 47問目から見ていきたいと思います47といえば中心蔵の阿光氏十七氏47といえば15番目の素数あるいは都道府県の数ですが阿光老氏がお好きなんですかキラ・光月之介屋敷屋との至近距離に伊藤総員11世名人の屋敷跡があるんです木村義雄14世名人の成果も同じ墨田区ですねそういえば 木村よし物語の動画が2本で止まっていますね。去年の4月以来更新されていません。3本目以降の動画アップはいつになるんですか痛いところをついてきましたね。今しばらくお待ちください。脚本家の怠慢が全て悪いんです。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録、 高評価ボタンもよろしくお願いいたします。